わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで今回はですね、賞金稼ぎ日射病っていうステージが来ていますが、見てください、このマップを。さあ、真ん中に星で、壁がね、どんどんどんって感じでね、見ての通り投げがめちゃめちゃ強いということで、今回やりたいというてかね、ずっと勝ってるやり方があるんですけども、星だけ取って、本当に動かないで勝てる変数でございます。こちら、モーティスで真ん中取って、あとは2人に任せる。で、モーティ来たら俺も一緒に参戦して戦っていくっていうスタイルでやっていきたいと思います。ぜひとも最後まで見ててください。いきましょう、ポン。さあ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 、ただいま、時刻は11時33分。先ほど山田選手によりヤピマルハウスにウーバーイーツがね送られてきて、マクドナルドが3つ分ですね、3人分送られてきましたということで、結構ヤピマル困っています。山田のね、LINE からするとですね、ヤピごめん、またウーバー送っちまった、しかも多いみたいなね。さあ、いきましょう、取るかな俺。よし、取れた。あぶね。ああ、取れた。ガチイモ、ガチイモ。モティにつこう、俺がモティにつく。くそ。壁の中入っててほしいな。ちょっと待って、待って。右にいるの、これ。いや、ガチで持ってたら勝てたはずなのに、なんか急にちょっと危なくなってますね。モーティス用のあれなんですけどね、これ。ちょっと。いや、こんなウルトをまず貯めちゃいけないんですよ。はい、いきます。ですね、説教入りました、やってまる。説教入ったんで、もう多分勝てると思う。ああ、捕らえた、説教やわ。これはダメ。でもあれは正直、あの左脇ってめっちゃ不利だから、いや、もう最悪だな、ふざけんなって。だる、左脇めっちゃ不利なんですよ。多分あのモーティスは、ちょ、後でもう一回見よう。右脇だったらあれね、俺と真逆ね。よし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 、借り尽くしちゃうわよ。ナイス。で、これモーティスの結構重要なとこはね、追い込むんですよね、こうやって。で、追い込むことによって、あれができるんですよ。弾が当たるよく。そう、そういうこと。でね、なんかね、ちょっと言いたいのがね、ちょっと待って、さっきの、こっからだったじゃん。俺こっち分けたじゃん。で、相手がこっちのね、空いてる方から湧いてたら、相手の方が有利なんですけど、俺、相手も同じ感じだったら、ちょっとあれかな、うまっ。関さん、うまっ。そう、相手も同じ方向で、大丈夫それ。てららら、い。OK。これがガチイモっすね。これです、皆様。これがね、本当に強い。おぉ、危なっ。うまいけど。ああやってね、近づいてきたのを俺と、まあ俺っすね、俺で処理していくっていう、これが本当のね、イモリスタイル。ほら、だから見てください、最初のね、あれしか取られてないんですよ。こういうことっす。これが最強イモリ編成でございます。はいはいはい、 OK。 ジッジー。さあ、こんな感じです。まあ、動画的にどうなんだろうな、このステージが来てるかわかんないんですけど、まあ、ちょっとため撮りしたい。でね、岩手まで行くんで、ちょっとため撮りしたいんで、ちょっともしかしたら、このステージ来てるかわかんないですけども、ぜひ来てたらね、やってみてください。あ、喉が疲れた。結構話すの辛くなってきましたね。もう一戦行って終わろうかな。いや、まだだな。まあ、ちょっと岩手行くんですけども、0時っすね、0時。みんな多分知ってると思うんですけど、レイジっていう大会があって、まあ、東北、だから全国でやるみたい。東北と、まあ、全国だから、あれかな、場所的に、まあ、俺が行くところは、岩手と、東京予選と、あと、
九州、福岡かな、あと名古屋に行くんでね。さっきだ、これ結構熱い。これ俺の方が早いんじゃね。ほら右の枠とモーティス早いです。でも左だとちょっと危ない。モーティスの方にね行ってあげましょう。これは投げんのか、ひもりづらい、ね、うわっつ、結構ねペニー貯めるとだるい。ナイス、俺がペニー行くべきか。うまーい、壊しとこうと。モティはね結構オッケー、やべミスった、ごめん翻弄されちまった。ナイス、ちょっとねこれ難しいっすね。でも正直言うと上手い人とやると結構楽しめるかな。まあ今上手い人とやってるんですけど、あっ、ちょごめん、ほんとごめん、 なんか翻弄されてる、やってんな俺。まあでもグリムさん頭あるね、セキトバがねうまい。うん、いいね、オッケー。ナイス、俺ちょっとこの試合やってますね。これは参考にならない試合です、すいません、マジで参考にならないんで申し訳ない。2人がうまかった、キャリーされた、やってんね。この試合は、下手くそな試合なんで、見なくていいっす。行ってください。スキップしてください。よし、行こう。さあ、ラスト。これはね、右脇 OK? 敵にモーティスいないんで、ゆっくりです。ちょっとね、バーディーだけ見とこうかな。あとはちょっと、祈ってて大丈夫です。基本モーティスここ来ないんでね。俺はこうやってバーリーだけ見とけば相手来れないんで、本当に 1-0 で勝てるかもしんない。セイゴー、喉が死んでるよ。ナイス、ここにや、ここによ。ここによってね、ちょっと声マジでやばい。今投げだけちょっと見ようかなって。クロウのウルトもちょっと貯めるのだるいんで、セキトバがね、いい感じ、うまい。ガチで何もしてないもん俺。真ん中だけ取っただけ。ナイス。てってれてれてってれてれてってれてれて。はいはい、なんもしてないよ。なんもしてないよ。頭が痛いよ。てってれて。あ、多分これあれだね。BGM 違うから。多分音楽的に変だと思うけど、こんな感じです、音楽が。てってってれってって、本当に動いて、これぞ、イモリ編成でしょう、皆様。15対0ですよ、皆様。さあ、グリムさんが結構危ないけど、攻撃当たって行かん。強い。そろそろ行こう、俺。でもね、俺がね、これ、調子乗っていくとね、ウルト溜まってね、終わるんですよ、全部。ガチやん、これガチやん、めちゃめちゃ強いやん、いや、ということで皆様、こんな感じでねやってみてください。動画で、この編成めちゃくちゃいいなと思ったら高評価とチャンネル登録、ベルマークを押してね、通知ボタンを押していただければ、こういう編成どんどん紹介していくと思うので、ぜひともお願いします。ということで終わっていきましょう。チャンネル登録、高評価もう何回も言います、ぜひともお願いいたします。ということで終わりました皆様、それではまた、バイ。